手のひら、足の裏のブツブツが、はい、うん、膝小僧は、ね、はっきり見られます、ね、上越市にある塚田子ども委員、昨日と今日の午前中だけで23人が手足口病と診断されました。日曜日に熱が出て、で昨日からこう手足がブツブツが出てきたので、上の子もいるのでちょっと心配です。まあ、例年と比べると、まあ、これでも同じぐらいかなと思います。例年、夏に流行る病気ですので、この時期に、多くなります。手足口病とは、手のひらや足、口の中に水疱性の発疹ができるウイルス性の感染症で、乳幼児を中心に流行します。県内でも5月下旬ごろから感染者が急増しているため警報を発令。塚田次郎院長によると、手足口病は大人にうつる可能性もあるため、症状が収まった後も感染対策の継続が必要だといいます。ですが、丸1日下がれば保育園行っていいということになってます。しかし伝染力は約3週間続くんですね。噴口感染とか呼んでますけれども、おむつ替えの時にそのウイルスが大量に出てくる。でそれを避けるためには、手洗いをする、それから場合によっては手袋をするとか、を必要とします。さらにこれまで冬場に流行していた RS ウイルスも、今の時期感染者が増加傾向にあるとして注意を呼びかけています。